王政復古、または、レスタウラシオン・ボルボニカは、スペイン史上、マルティネス・カンポスのクーデターで、第一共和政が打倒されて、アルフォンソ12世の王政が復活した1874年12月29日から、第二共和政が成立した1931年4月14日までの時代を指す。ほぼ一世紀を通じて、政情不安定と幾多の内戦が続いたことから、王政復興時代には、内閣交代制という政治慣行が生み出され、政治的安定の確保が図られた。これは自由党と保守党が上位統合して交互に政権を担当するというもので、ブルジョワジー各層からは受け入れられたが、二大政党以外は蚊帳の外に置かれた。また、その実現は利益誘導と投票の終戦勧誘によってなされた。共和主義者、社会主義者、無政府主義者、バスク・カタルーニャ民族主義者、カルリストからは同体制への反対が起こった。アルフォンソ12世、マルティネス・カンポスのプロヌンシャミエントにより、アルフォンソ12世が王位につき、第一共和政は終わりを迎えた。その後、1876年憲法が制定され、王政復古時代を通じて施行された。同憲法はスペインを立憲君主制とし、上下両院からなる二院制議会を置いた。また、国王は元老院議員の任命権、法律の裁可権、軍の最高指揮権を有するものとされた。この期間は経済的繁栄の時代であった。スペイン経済は他のヨーロッパ諸国に遅れをとっており、この期間に国の近代化が大規模に行われた。徹底的な保護貿易政策に支えられて、多くの分野で生産が拡大した。自由党はサガスタが率い、保守党はカノバス・デル・カスティーリョが率いており、穏やかな交代と呼ばれる仕組みの中で二大政党が交互に政権を担当した。カシケと呼ばれる地方有力者が慣行的に選挙結果を左右した結果、同体制への不満が徐々に鬱積し、カタルーニャ・ガリシア・バスクの強力な民族主義運動や労働組合運動が生じ始めた。アルフォンソ13世1898年、米西戦争に敗北したスペインは残っていた主要な海外植民地を失った。この急落はスペインの腐敗の反映と受け止められ、政府とその仕組まれたイデオロギーの一新は失墜し、カミロ・ポラビエ派によるクーデター寸前にまでなった。これは同体制の衰退の始まりであり、地方、全国レベルで反体制闘争運動全体に活力を与えた。モロッコ征服の数々の試みが失敗に終わったことは本国で大きな不満を巻き起こし、ついにバルセロナで悲劇の一週間と呼ばれる暴動が起こった。これは無政府主義者、共産主義者、共和主義者に後押しされたバルセロナの下層階級の人々が徴兵方法の不公平性を訴えたものであった。政府は戦争状態を宣言して、暴動鎮圧の軍を派遣し、100人以上の死者が出て、フランシスコ・フェレールが処刑される結果となった。社会主義系の労働者総同盟と無政府主義系の全国労働連合は、全国的なゼネストの開始を決めたが、労働組合が都市労働者しか動員できなかったため失敗に終わった。モロッコ問題は、原住民部族軍がスペイン軍を攻撃したことで悪化した。原住民部族軍はスペイン軍を驚愕させ、モロッコ人の首領アブドエル・クリムの手腕により、アンワールの戦いではメリリャ寸前にまで前進して、スペイン軍をほぼ全滅させた。このスペインの敗北は不適切な計画立案が原因で軍高官の責任とされた。兵士らは困難な占領地を確保するのに十分な物資もなく、内陸に前進するように命令されていたため、無理解だと感じ、軍内に大きな不満を巻き起こした。軍内の不満、無政府主義者のテロやプロレタリア革命への不安、民族主義運動の隆盛は、軍民に大きな動揺を巻き起こすに至った。1923年9月13日、カタルーニャ総監、ミゲル・プリモ・デ・リベラは、議会制をスペインの諸問題の原因として非難する声明を出し、クーデターを指揮した。アルフォンソ13世は創刊を支持して首相に任命した。プリモ・デ・リベラは次に憲法を停止し、独裁者としての絶対的権力を掌握した。また、スペイン愛国同盟を結成し、これを唯一の合法政党としてこれ以外の全政党を解散しようと図った。しかし、この間、企業や公益事業に対する政府支出を大幅に増加した結果、政府財政は破綻寸前にまでなった。さらに、軍の支持を失い深刻な健康問題にも直面した。反体制の凄まじさから、プリモ・デ・リベラは、アルフォンソ13世の支持もない1930年1月に辞任に追い込まれた。アルフォンソ13世は段階的に以前の体制に回帰して威信を回復しようとしてダマソ・ベレンゲル将軍に組閣を命じた。これによりかえって国王は独裁制の支持者とみなされ、ますます多くの政治勢力が共和制の確立を訴えるようになった。ベレンゲルは辞任し、国王はフアン・バウティスタ・アスナル提督に政権を預けた。アスナルは1931年4月12日に地方選挙を実施し、民主主義者や共和主義者の要求を満たし、独裁制時代の地方政府を後退させ、王政復古体制を段階的に立て直そうとした。王政主義者も完全に支持を失ったわけではなかったが、共和主義、社会主義政党が主要都市で躍進した。続いて、王政の打倒を訴える街頭暴動が起こった。軍はもはや国王を守らないと宣言し、国王は4月14日にスペインから亡命した。ここに第二共和制が成立し、ニセとアルカラサモラを主犯とする臨時政府が置かれた。R、レイベック、タイム・オブ・トライアンフ&ソロー、スパニッシュ・ポリティックス・デューリング・ザ・レイン・オブ、アルフォンソ12。1874から1885、ハットシロモベン、アミ、ザ・ディクテイターシップ・オブ・プリモ・デ・リベラ、エーポリティカル・リアセスメント、ジャーナル・オブ・コンテンポラリー・ヒストリー、ヤン1977、ボリューム12イシュー1、ピアニッシモ6584。ありがとうございます。